リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。皆様、明けまして、おめでとうございます。はい、ということで今日はね、ちょっと和服をね、ちょっと着てみよう。和服というか、まあコスプレ用の衣装なんだけどね、着てみました。はい、皆様、本当明けましておめでとうございます。いつも、私の動画を見てくださって、誠にありがとうございます。で、いいねをくれたりだとか、コメントをくれたりだとか、で、それこそチャンネル登録をね、してくれたりとか、ライブに遊びに来てくれたりだとか、本当にありがとうございます。はい。で、今日の動画は、まあ、タイトルにもあります通り、ちょっとしたね、自己紹介というか、うちのね、チャンネルってどんなところなのかっていうのをご紹介していきたいなっていうのと、チャンネルのね、どういう感じで、こう、成長してきたのか、どういうふうに、こう、進んできたのかっていうところの経緯っていうのをね、お話しできたらなと思います。で、まあ、まずちょっと過去のお話から始めましょうか。このチャンネルができた経緯をね、一個お話ししておこうかなと思うんですけども、まあ、今ここにも出てます。これ、リントちゃん。で、うちのチャンネルのね、アイコンにもなってます。アイコンね。これだとお金だな。アイコン。はい、アイコンのね、写真にもなってるリントちゃんなんですけれども、この子、がもともとね、主人公というか主役として、活動していったチャンネルになります。で、まあ何かと言いますと、もともと、ドラゴンクエスト10っていうね、オンラインのゲームがあるんですけれども、まあまあ今もやってますよ。今も稼働しているゲームなんですけれども、まあそちらの、リントというキャラクターを自分でね、まあリントはハンドルネームなんですけれども、このハンドルネームは、専門学校の時にできたハンドルネームで、本名が、とって言うんですよ。とって言うんですけど、の部分はちょっと もやーっとさせておきますけど、の、と、終わりがとなんですよね。で、プラス好きな曲で、あさきっていうアーティストさんがいるんですよ。コナミの音楽ゲームでね、音楽出してます。ドラムマニアとか、ギターフリークス、そしてポップミュージックとかね、そういうのでね、音楽を提供されている、まあ、アーティストがいるんですけど、その人のアーティストの曲で、赤い鈴っていう曲があるんですね。それがすっごい好きで、で、そこの赤い鈴っていう歌詞に、リンっていう字が出てくるんですよ。で、そのリンっていう字と、私のその一番下の文字合わせてリントっていう形でね、名前をつけてるんですけど、まあ、ゲームをするときとかは全部リントっていう風につけてて、で、まあ、私は男なんですけど、使うキャラクターは女の子をいつも使ってます。なんでかっていうところを説明すると、女の子のキャラクターだと、こう、衣装がね、可愛いのが多いんですよ。着せ替えが最近多いので、なので、その着せ替えをしたいなっていうのが結構あって、で、うちの子に可愛い子を着せるみたいなね、気持ちでね。で、女の子を選ぶことが多くて、まあ、モンスターハンターとかもそうですよ。装備可愛いのが多いので、それとモンスターハンターのね、主人公とかにも、リントってつけて、女のキャラクターにして、その可愛い感じの衣装をね、着せてあげるっていうのをやってたんですけど、まあ、ドラクエでも同じことをやっていて、で、そのドラクエでね、着せ替え、まあ、わかりやすく言うとこんな感じですね。はい。これ、うちのリントちゃんなんですけど、最近作ったこれ、着せ替えの衣装。ドレスアップって言うんですけども、こういうのをね、作ってて、で、実際に友達と遊んだり、ツイッターで繋がったりっていうのをしてた時に、リントちゃんのそのやってるドレスアップしてるところ動画で見たいなって言われたことがあって、で、その言われたのが1件2件とかだったらいいんですけど、結構多かったんですよ、その時。10人ぐらいには呼ばれたのかな、で、見たいな、見たいな、見たいなとかって感じで、で、プラスいいねがすごい来た時があって、で、動画としてアップしてみるって思ってやり始めたのがまず1個目です。はい。なので本当のね、その動画の最初のデビューっていうのは、ゲーム実況なんですよ。で、この子、リントちゃんをもし、使って衣装を新しく作ったりっていうことをやっておりました。で、衣装を作ってるうちに、そのドラゴンクエスト10っていつかはサービスが終了するわけじゃないですか。まだサービス終了してないんですけど。なので、なんか記念として残るように、ちょっとうちの子をね、自分で自作でフィギュア作って、これは自作なんです。ここの部分の塗装とかも自分でやったし、素体の体、体部分は普通に売ってるものを買ってますけれども、それ以外の顔の部分っていうのは自分でこう、ぬりぬりしたりとか、お団子つけたりだとか、あと、まあ、口描いたりとかっていうのは自分でやりました。で、この服も自分で手作りで作って、これ実際にゲームの中で使ってる衣装をそのまま模して作った
ものになります。これの衣装はね、どっかに上がってるかな。ちょっと今スマホ見ておりますけど、少々お待ちくださいね。スマホのどっかにね、多分写真はねあるんですけれども、一瞬で出てこないんですね。写真がいっぱいあるんで、まあ探しながらちょっとお話ししますけれども、まあそんな感じで、まずはね、YouTube デビューっていう言い方あれですけれども、 YouTube を始めた状態になります。でその頃はドラゴンクエスト10の動画と、まあソシャゲ、パズドラとかその時ちょこちょこやってたかな、まあソシャゲと、あとは今もたまーにだけあげるんですけれども、特撮、私仮面ライダーが大好きで、その特撮の玩具、おもちゃを買った時に、レビューという形で、まあただ私が遊んでるだけの動画なんですけれども、そういう動画も撮ってアップロードしてました。でプラス今はね逆転しちゃってるんですけど、その時はなんて言ったらいいのかな、むしろそっちはサブだったんですけど、ハリネズミちゃんとウズラちゃんがその時お家にいて、そのハリネズミとウズラちゃんをね、うちで飼育してた時の動画をね、アップしたりっていうのをしてました。今はね、逆転傾向にあった、後ほどね、主軸ってとこ説明しますけれども、逆転してる状態になります。ありました、ありました。これが、ね、ドラクエ10の中で使ってるうちのリントちゃんですね。はい。同じような衣装をね、作った状態になります。はい。っていうのがね、このチャンネルの始まりとなります。で、まあ、そんな感じで始まっていって、まあ、今ほどね、力を入れてない期間が多くて、毎日投稿っていうのもほとんどしてなくて、ほんと2日に、最初2日に1回ぐらいで、だんだんね、月に1とか2とかになってきて、で、停滞気味になってきて、で、最近結構本格的にちょっと活動してるよっていうチャンネルになります。あとは、その時も、ドラム動画。私、高校の時にドラムやってて、こんな感じで、吹奏楽でね。で、それの、まあ、バンドを組んだりとかもしてたので、そのドラム動画の、耳コピーですね。で、カバーしたのをアップしたりもしてました。今もたまに、月に、3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらい動画をアップしてます。音楽動画ね。はい、っていうところでございます。はい、まあ、昔はそんな感じだったよっていうところでございます。で、まあ、うちのリントちゃんっていうのはね、そういう感じで生まれた子になります。ほんとね、最近のゲーム、ポケモンも最近やってますけど、ポケモンでもリントっていう名前にしてて、できる限りこのリントちゃんに近いキャラクターを作るようにしてますね。このリントと同じキャラクターを作れるゲームは多分他では存在しないので、似てるっていうところまでで、ね、止めてます。はい。まあ、簡単に言うと我が子ですね。この子も我が子だし、その後で説明しますけど、うちのこのペットちゃんたちも我が子なんで、うちの子供っていう感じなので。はい。そんな感じでございます。はい。でね、長々とお話ししていきましたけれども、はい。このチャンネルがね、どういうチャンネルかっていうところなんですけれども、今はペットチャンネルになります。まあ私あんまりペットっていう表現が好きではないので、なんか下に見てる気がして、なんかあれなんですけど、まあ一応くくりとしてはペットチャンネルでございます。で、まあ基本うちの子ですね、うちの子たちの動画をアップしております。ほぼ毎日投稿ですね。で、動画の内容としては、うちの子のまあ飼い方というか飼育している上でのこうしてるよっていう様子の動画と、あとはまあ日々の可愛い姿っていうところ、あとまあご飯食べてる姿とかっていうところと、まあ実際に飼育してみて、ネットに出てる情報とは違う情報っていうのが結構あるんですよね。違う情報っていうか、実際にこう飼ってみると違うなって、ネットで聞いたのと全然話違うよとか、あとよくネットで言われてる内容とは違うよみたいなところを、かいつまんでちょっと動画としてお話ししたりもしております。うん。まあ、うちの飼育の仕方がね、絶対正解ではないとは思っているので、ある程度の飼育のボーダーラインっていうのはあると思うんですよ。まあ、やっちゃいけないこと、まあ、3選とかであげるとしたら虐待しちゃダメですよね。ペットちゃんを投げたりだとか、殴ったりだとか、刺したりだとかっていうのはもうしちゃダメですし、あとは、あげてはいけないご飯っていうのはあると思うんですよ。アレルギーが出てしまうっていう。そういうのはね、調べてあげないようにするとか、あと餌あげすぎてね、太らせてしまうんだとかっていう餌問題ですね。餌ご飯問題っていうところ。
あとは餌あげなさすぎるとかねっていうのも餌問題として一個あるでしょうし、あとはなんだろうな、三線って言ったけど三線って言うほど出てこないね、うん、やっちゃいけないことって言ったらまあそういうことだと思うんですよね。あ、まああとはあまりにも危険性のあることをしないだとか、あの刃物の近くで遊ばせるとか、そういうのはね持ってのほかだと思うのであれですけれども、あのそういうまあある程度のボーダーラインっていうのはねあると思うんですけど、まあそれ以外のことに関しての例えばケージの作り方だとか飼育の仕方っていうのはその方その方によって違ってくると思うんですよ。分かりやすいところでいくとワンちゃんが一番分かりやすいと思うんですけど、ご家庭によってはこういうね囲いのあるところでワンちゃん飼ってて、もう基本はそこで暮らしてもらってて、あの散歩する時だけあの外に出すってしているご家庭もいるでしょうし、基本お家の中だったら放し飼いっていう人もいるでしょうし、もう一つはあの外にリードつないで外で飼育されている人っていうのもいるじゃないですか。まあ犬種によっても違うとは思うんですけど、あの基本的にはこの3つがカテゴライズとしてあるとは思うんですけど、まあ犬っていうねあの一つの動物の中でも飼育の仕方ってこういう感じで変わってくるので、あの細かくは皆さん飼育の仕方っていうのはそのご家庭そのご家庭で違うので、参考にできる部分と私はちょっと参考にするのやめとこうかなっていうのといろいろあると思うんですよ。それこそこの後お話しするフクロモモンガちゃんたちもそうですけども、あの人によっては全然外家の中で話して飼ってるよっていう人もいるとは聞きます。もう伸び伸びとその辺、あうち危なくないからって言って、もう一部屋フクロモモンガちゃんにあげちゃってるんだよねみたいなお家とかも全然ありますし、で逆にこういうケージでねあのしっかり管理してっていうところと、あとは結構小さいケージで飼ってて、まあ、でもうち基本寝てる時はそのケージにいてもらうけど夜とか遊ばせてるんだよねっていうご家庭とかっていう形、あの運動不足にならないようにしてるのっていう形で飼育の仕方っていうのはいろいろあると思うので、あまりにも危険度のあることさえしなければ、私は飼育の世界っていうのはその方のやりたいやり方っていうのが正解だと思うので、いいと思うので、まあうちなりのね飼育の仕方っていうのを、まあ、皆さんに共有して、例えばこういう怪我があっただとか、こういう喧嘩があっただとか、あとはこういうことをやってみたよっていうところを、まあ、参考例として動画アップしております。それこそ最近アップしていて、今この動画が上がってるタイミングは私必ず実家にいるんですけれども、どう考えても実家にいるんですけども、実家にね3日ほど帰るので、この子たちをね3日間お留守番させるんですよ。なのでこの動画が上がってる時にはお留守番してるんですけど、この子たちそのお留守番させられるためにケージの改造を3日間餌がね供給できるようにしたりだとか、水切れを起こさないだとかっていうところをちゃんと研究というか実験を自分でね繰り返して行って、この子たちがね3日間暮らせるようにっていうのもしましたし、それはね、まあ、参考例としてこういうのも試せますよみたいなお話なので、でもそれをね皆さんが真似していいかって言われると、そこに関してはもう飼い主さんの意図による部分があるので絶対真似してくださいとは言えないんですけど、まあそういう感じにはなりますね。はい、今はそんな感じでペットちゃんの動画等がほとんどメインで毎日上がっていて、であとは、ゲーム実況を時々週に1回やってるかやってないかぐらいっていう感じでやってますね。であとは、毎週木曜日、爬虫類ちゃんたちは週に1回のご飯、爬虫類ちょっと飼ったことない方にちょっとご説明をすると、爬虫類ってそんなにご飯あげすぎなくて大丈夫なんですよ。で毎日あげるような生き物でもなくて、ほんと週に1回から2回っていう形で、この子たち食べ過ぎによる肥満による肥満による脂肪が多いんですよ。すみません、咳込んでしまいました。でなのでその肥満による脂肪をなくすためにご飯っていうのをちょっと絞りながらあげるんですけれども、それで基本的には私は週毎週木曜日を起点としているので、毎週木曜日にご飯あげている形になります。で毎週木曜日にこの子たちのね簡単なメンテナンス、フクロモモンガちゃんたちの掃除がありそうだったら掃除もやって、餌の取り替えと餌やりとっていう感じでやって、でプラスそれが一通り終わった後は
あの私の餌です、あの私が餌食べるっていう感じでね、私の自分のご飯を作ってあの食べるみたいな動画で、その後にね、雑談したりっていう感じの生放送をねやっております。で、あとはたまにドラム動画が上がったり、先ほど言っていたあの特撮の動画が上がったりっていう感じになっています。まあね、あのチャンネルの動画をこうわーってあの過去にね振り返っていただくと出てきますし、私の再生リストっていうのは一応作ってるので、ちょっと再生リスト見ていただくと、へえ、こいつこんなことやってんだみたいな感じのことはわかるかなっていうふうにはなっております。はい、基本的にはね今そんな感じでやっております。で、まあ、これからの活動に関してで言っても、あの、ペットちゃんの動画を基本毎日上げていくっていうのは変わらないかなと思います。うちの子の様子を上げたり、動画を上げたり、本当ね、可愛い様子と、あとは、こう、飼育をしていく中で試行錯誤をしていった内容っていうのをご案内したりだとか、あと、そうですね、本当、ケージ改造とか、ケージのアップデートとか、もそうですし、あとはご飯をねこういう形に変えましたとか、何かがあった時にはあの皆さんに共有できたらなっていうところなので、まあ私の情報が誰かの役に少しでも立てばいいなっていうところですね。あの私の情報が絶対に正義ではないので、あの参考にする程度にしてほしいんですね、皆さんにも。なので、まあこういう事象もあるんだ、へーっていうくらいでいいんですよ。あ、こういうことも大事なんですねぐらいの、私は強制しようとしてないので、そういうのは、あのなので基本的にはそんな感じのチャンネルをこれからも続けていきたいと思います。あとはあの私の本音っていうのは結構あの随時アップしていこうかなと思います。あの飼育していく上でのギャップっていうのは絶対出てくるんですよ、この子たち。で、その飼育していった上で、例えばなんだろうな、意外と飼育楽だったなっていう子もいれば、こいつ飼育すっごい難しいなっていう子とかっていうのと、あとはなんだろうな、私はね飼育慣れてきたので楽だと思いますけども、どの動物もやっぱり飼育していくってなったら難しいところがたくさんあるので、そういうような情報共有として、例えばこういう時困りましたとか、あとはこうやって人に慣れてもらうようにしましただとかっていうのをね随時アップしていっておりますので、まあ参考程度にそれもしていただければなと思います。今後もね、ペット動画っていうのが主軸になっていくとは思います。で、そこに付随して出てくるのが、まあ、うちのね、リントちゃんを利用してっていう言い方あれなんですけど、リントちゃんもうちの子なので、このうちの子のね、あの、ドラクエの中での様子っていうのの動画をアップしたりだとか、このリントちゃんはね、あの、転生して、ポケモンの世界に行ったりだとか、いろんな世界に行きますので、その世界をね一緒に旅していくっていう、まあゲーム実況ですね、やっていきたいなとも思っておりますし、あとはまあこの子にねドラムを叩いていただいて、それを PV のねあの動画として仕立てていくっていうのが、まあ私の使命でもありますしっていうところで、まあ基本の主軸はリントちゃんとうちの子、まあ簡単に言うと全部合わせてうちの子なんですよ。リントちゃんもうちの子だし、まあ私からしたら娘みたいなもんなんですよ。ちょっと感覚としてね、あのどうせゲームのキャラでしょっていう方多いと思うんですけれども、どうせゲームのキャラでしょって思われてもいいですが、私の中ではこの子はやっぱりうちの子なんですよ。なのでうちの子の動画、そしてうちの子の動画って感じになります。なので最後うちの子のご紹介をしてね、締めくくっていこうかなと思います。正月からね長い動画になってしまって申し訳ございません。ではね、あのうちの子ご紹介していきましょう。まず、リント。はい、ドラクエの世界から出てきたリントちゃんでございます。はい、リントちゃんは私の想定の中ではこの子は25歳という設定です。はい、もう設定です。もう先に言っときますが設定です。ただ、リントちゃんに関しては、リントちゃんの、世界を持って、生きていると私は思っているので、あの、ドラクエの世界で生きていたり、ポケモンの世界で生きていたりっていう形で、このリントちゃんはね、多種にわたっていろんなところで生きている存在だと思っているので、まあ、この子も私のうちの子になります。はい。で、ドラクエでね、あの、いろんな衣装を私が作ってあげて、着てもらってっていう形。で、うちにいるこのリントちゃんは、あの、専用のお部屋を持っていて、そちらのお部屋でね、あの、いろいろ、生活というか、過ごしてもらうって形なんですけども、まあそこを見せますと、よし、リントちゃん戻ろうか。はい、リントちゃんこんな感じでね、あのお部屋がございます。はい、まあミニチュアですけどね、これは完全にまあ
人によってはドール趣味で気持ち悪いっておっしゃる方もいると思うんですが、まあそう思われても仕方ないでしょう。そういう方とはまあ私はもうその時点で合わないと思ってるので仕方ないと思ってます。はい、まあこんな感じですね。あの私の趣味のまあものになりまして、まあもう一個部屋もね一応あって、はい、こんな感じ。こちらねなんかどちらかというと配信スペースみたいな、動画配信者のなんかスタジオみたいな感じで作ったお部屋になりますね。でこっちはどちらかというと動画配信というよりは編集したりするちゃんと自分のお部屋みたいな感じでね作ったものにはなってますね。はい、そんな感じでございます。あとまあ上にねあの仮面ライダーがこんな感じでいるって感じでございますね。はい、では次にねうちの子たちご紹介していきましょう。ただ今寝てるんでね、あのお名前だけの紹介とどこにいるかっていうだけの紹介になるんですけれども、まず袋ももんかちゃんからご紹介していきましょう。でお迎えした経緯とかを説明していくともう長々となってしまうので、気になる方は過去の動画もしくはですね、生放送の時に聞かれればあのお答えさせていただきますので、あの生放送来ていただいて、あの子ってどういう感じでそのリントさんのところに来たのとか、あとはあのこのコメント欄に書いていただいてもいいので、あの経緯知りたい方は書いていただくと、あこの子はねこういうので来たんだよっていうのをご説明できますのでよろしくお願いします。まずねあのうちの、まあ、古い子からお話ししていきましょうか。一番古い子はですね、あそこの一番奥ここですね、このケージここにいます、フクロモモンガのギョロメちゃん。はい、名前の由来だけちょろっと説明すると、モンスターズインクのマイク・ワゾウスキーがね、あのガールフレンドにギョロメちゃんって呼ばれてるんですけれども、それでギョロメちゃんです。あのお迎えした時ね男の子って思ってたんですけれども、実は女の子だったっていうところでね、あの女の子なんですけどキョロメちゃんになってます。はい、あのちょっといろいろね最初勘違いしていた部分もあってっていうところでございます。で次に、そこの形状の中に今そのキョロメちゃんの娘がいまして、キョロメちゃんの娘がウィンちゃんという子になります。ウィンちゃんの名前の由来に関してはちょろっと説明すると、遊戯王にねあのウィンっていうキャラクターがいるんですけれども、あの風霊使いウィンっていうね、そのウィンちゃんとプラス、まあ、ハロウィンの日にね脱脳と言ってあのお腹から出てきた子になるので、ウィン、ハロウィンのウィンからウィンちゃんになってます。はい、で次に、こちらの部屋、こちらの部屋にはねパッチちゃんっていう子とハロくんっていう子がいます。でパッチちゃんに関しては名前の由来がちょっと長いんですけども、ギョロメちゃんのなんていうんですかね、相棒的な存在になっていただきたいなと思って、マイク・ワゾウスキーの相棒ってサリーっているじゃないですか、あの青いモンスターですね。でプラスそのサリーっていうキャラクターがディズニーで他にいて、私の大好きなナイトメアビフォアクリスマスにサリーっていう女の子がいるんですよね。でその女の子、そのパッチちゃんも女の子なので、どちらかというと女の子から名前を取りたいなっていうことで、まあサリーからサリーへ変換して、でサリーがね継ぎはぎの女の子なんですけど、その継ぎはぎっていうところをなんか言い換えれないかなっていうところで、パッチワークっていうところからパッチという名前になりました。でそしてハロくんっていう白い子がいるんですけど、ハロくんに関してはそのギョロメちゃんと、まあ、パッチちゃんの旦那さんになれるような存在として、まあうちに来た子にはなるので、お名前の由来としては、まあ、ギョロメちゃんもあのパッチもどちらかというとハロウィン系のキャラクターなわけじゃないですか。あのモンスターズインクものキャラクターもねハロウィンっぽいっちゃハロウィンっぽいじゃないですか。でパッチの方でいくとナイトメアビフォアクリスマスが由来になってくるので、あのハロウィンじゃないですか。なのでそういうところからハロっていう子になりました。あとは私がハロウィンが大好きっていうところもありますね。で上にハルとウララという子がいます。あの一番奥ですね。はい、でハルとウララに関してはちょっと保護した子なんですけれども、うちでちょっと捨てられていた子なんですけれども、その名前の由来としては、あのうちにお迎えをした時が春の時期だったので、春うららかなというところから春とうららという名前になっております。春くんもうららも、男の子でございます。うららちゃんって私呼んでますが、女の子ではなく男の子です。春くんと呼んでますが、春くんはそのまま男の子ですね。はい、というところでございます。はい、では次にここかな、奥にねワインセラーで飼育している子がいるんですけれども、あそこは苔が中に入っていてコケリウムっていう感じですね。こんな感じ。はい、
で、その中にはですね、沖縄シリケンイモリとエゾサンショウウオがいます。で、エゾサンショウウオに関しては、名前がクロ君と言います。はい。クロ君ですね。名前の由来としては、モノクロっていうところから黒っていう方を取りました。モノちゃんという子もいたんですけれども、モノちゃんという子は今、私の、家にいない状態になっているので、ご理解いただければなと思います。で、次に、カルという子が、沖縄シリケンイモリでね、カルちゃんという女の子がいます。沖縄シリケンイモリですね。で、カルちゃんに関しては、カラフルっていうところから取った。お名前のカラフルのカラーの部分をね取るとカルっていうのになるのでカラフルのカラーの部分ですね。はい、でカルになります。はい、でカラフルの残りの名前の子はどこにいるんだろうっていうところなんですけど、それはねこっちに一応いまして、ここにはねヒョウモントカゲモドキのロペとルフっていうのがいます。ルフがですねそのカラフルのカラフルのところから取ったお名前になります。なのでルフ、まあ、フルが逆になってルフっていう状態ではありますけれども、カラフルのところから来た子はルフちゃん。そしてロペっていうのはですね、シュガーラッシュに出てくるベネロペっていうキャラクターがいるんですけれども、そのベネロペっていうキャラクターがですね、ちょっと白系になんかマーブル模様がついている感じの、キャラクターだったんですよね。なので、うちの子がね、マックスノーっていうタイプの子だったので、そのヒョウモンとかでモドキちゃんにロペっていう名前をつけております。ただロペはですね、ベネロペは女の子なんですけれども、ロペは男の子です。で、私はロペとルフ、これ、ルフはね、女の子なんですけど、ロペとルフは二人とも様付けで呼んでます。ロペ様とルフ様。なんか、ちょっと高貴な感じなんですよね。ちょっと美しい感じなので、よかったら過去の動画見てみてください。で、次に、下ですね。はい。こちらサバンナモニターのシェフィーという子がいます。はい。今はね、性別が判明していて女の子なんですけれども、最初、性別がわからなくて、オスなのかメスなのかっていうのがちょっとわからないよっていう話ではあったので、お迎えしたタイミングで男の子でも女の子でもいけそうな名前っていうのと、ディズニーからね、結構撮っていたので、この子はディズニーから撮るときに、シェリーメイとダッフィーっているじゃないですか。で、まあ男の子と女の子なんですけど、そこから、シェリーメイのシェとダッフィーのフィを取ってシェフィーという名前になりました。今はねもう女の子って確定しました。はい。で次がですねセーブシシバナヘビ、ここにですねこれセーブシシバナヘビがいるんですけれども、セーブシシバナヘビのサナという子がいます。名前の由来はポケモンのサーナイトです。でなんでポケモンのサーナイトから取ったかっていうと、このまあセーブシシバナヘビですね、サバンナモニターでいい方やった。セーブシシバナヘビを、なんて言うんですかね、パートナーみたいな感じの、より親密な感じのヘビちゃんにしたいなって、ハンドリングすごいできたりだとか、木に乗ってきたり、まあ実際もう今そういう感じの子にはなってるんですけれども、すっごいペタペタなペタナレちゃんで可愛い子なの、もう噛まれたことも一切ないので、間違って噛まれそうになったこともないです。餌と勘違いして指を噛みそうになったことも、一回あるぐらいかな。本当にお迎えした当時に、指にネズミの匂いがついてて、間違って噛みそうになったけど、あ、違うってなって噛まなかったんですけど、もうほんと一回だけっていう感じの、ほんとベタなれちゃん、まあ今寝てるんで出さないですけど、このセーブシジバのヘビちゃんは、まあそういう感じのヘビちゃんにしたいなっていうところで、サナと付けさせていただきました。だいたい今サナッチと呼ばれてますかね。はい。っていうところでございます。で、最後、沖縄じゃない。なんで沖縄って言った?こちらにエジプシャンルーセットオオコウモリの、マナちゃんがいます。なんで沖縄って言ったんだろうと思ったから、ナがついてるからかな。ちょっとわかんないな。なんで沖縄が出てきたの?沖縄シリケンイモリ言ったから。まあいいや。はい。ここにね、エジプシャンルーセットオオコウモリのマナという子がいます。で、マナの名前の由来なんですけれども、この子は私が子供の時にやっていた、ドラゴンクエスト、ティリーのワンダーランドっていうのでですね、私ドラキー育ててたんですよ。で、なんでそういう名前の由来にしたのかはわかんないんですけど、そのドラキーにマナって私がつけてたんですよ。しかもね、マナッチってつけてた気がするんだよな。はい。で、そのマナを育ててて、その記憶があったのと、昔からコウモリをね、お迎えしたくて、
この話はね、いろんな動画でちょっとしてるんですけど、小4ぐらいからね、丸山動物園にインドオオコモリっていうのがね、フルーツバットですね。エジプシャンルーセットオオコモリがまた種類の違う、フルーツバットがいるんですけども、そのフルーツバットを見た時に可愛いってなって、ずっとそこから好きなんですよ。で、その小4の時から、もう20年来ぐらいずっとお迎えしたいって考えてって、で、飼育もしてみたいでずっと考えていって、で、念願かなって今回お迎えしたっていう状態にはなります。いろいろね、調べてはいたんですけれども、なんかギャップはいろいろありますね。なんか実際飼育してみると、最初調べた内容とか、あと、その、インドオコウモリではありますけど、動物園でね、私、こう、観察日記みたいのをね、書いたことあるんですよ。ずっと、その、コウモリの前に行って。で、飼育というか、どういう行動してるかっていうのも書いてたんですけど、なんかその時との、思ってたのとはちょっと全然ギャップが違いますね。まあ、全然運動しないし、飛ぶの下手だし、みたいな。っていうところですね。まあ、そういうところで、まあ、ギャップはありますが、まあ、そういう感じでお迎えした、マナちゃんという子になります。で、マナに関しては、ちょっと未だにね、なんでそのコウモリ、ドラキーに、マナってつけてたのかが、ちょっと、未だに記憶がないです。はい。わかりません。が、おそらく、一個はブラックマジシャンガール、遊戯王にハマってたのよ、その時期。ブラックマジシャンガールの、中の人っていうか、その、まあ、別名でマナっていうキャラクターがいるんですけど、ブラックマジシャンガールになる前、って言ったらいいんですかね。っていうので、マナっていうキャラクターがいるんですけど、そこのマナなのかなっていうのと、あと、デュエルマスターズもね、その時期私ハマってて、デュエルマスターズマナゾーンだったんですよ。で、あのマナゾーンとかっていうのが、なんか、こう、言葉として中二病な話ですけど、かっこよい感じがしたんですよね。私の中でもですね、その、小学校の時に。そのどっちかかと思います。はい。まあ、ただどっちかはわかりません。今となってはもう謎ですが、マナってつけてたので、うちの子もマナになりました。で、女の子でお迎えしたので、女の子だったらマナってついてても変じゃないなと思って、マナってつけております。はい。っていう感じで、うちの子のご紹介ですね。漏れた子はいないよね。春、うらら紹介したでしょ。で、ギョロメちゃんにウィンちゃんでしょ。で、ハロくんにパッちゃんでしょ。で、クロくんにカルちゃんでしょ。で、ロッテ様、ルフ様、シェフィーさんね。シェフィーはね、だいたい3ってつけてるんですよ。シェフィーさんでしょ。で、サナッチにマナッチ。うん。大丈夫。はい、そんな感じでうちの子たちでございます。今後もうちの子の動画、そしてもう一人のね、うちの子、リントちゃん。まあ、私もリントっていう名前でね、活動させていただいてるんですけれども、リントとリントちゃんは別物なので、同じ名前だけど、同音異義語みたいな話なので、リントちゃんとリントはまた別々なので、で、最近リントではなくて、私、リンリンって呼ばれてるので、もう、リンリンとリントは別物。リンリンとリントちゃんは別物。リントちゃんはリントちゃんなので、はい、そんな感じですね。うちのリントちゃんは、いろんな動画でね、またちょいちょい出てくると思いますので、ぜひともうちのリントちゃんも、そしてうちのね、他の子たち、ペトちゃんたちも、可愛がっていただけますと幸いです。そして、まあ、よろしければ私もね、可愛がっていただけるとありがたく思います。はい、長い動画にはなりましたけれども、うちのチャンネルってこんな感じ、うちにはこんな子がいるよっていうところの経緯、細かくご説明させていただきました。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございます。長々となってしまいましたが、本当にありがとうございます。そしてこれからもね、毎日投稿だったりとか動画頑張っていきたいと思いますし、皆さんのね、何かの参考になる動画、これからもアップしていきたいと思ってますので、ぜひともこれからもよろしくお願いいたします。ぜひ応援のために、いいねだったりね、チャンネル登録っていうの、あとは拡散、このチャンネル面白いよ、みたいな感じでね、お話ししてくれたりとか、本当にコメント欄何でもいいです。うん、全然、うわ、可愛いね、ぐらいの話でもいいので、コメント欄にもね、いろいろ書いていただけますと、嬉しく思いますので、ぜひともコメントもお待ちしております。はい。まあ、最後にはなりますけれども、いつものご挨拶して別れていきましょう。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローもお願いいたします。そして過去にね、900本ほど動画上がっておりますので、そちらの動画もご覧いただけますと幸いです。また次回の動画も楽しみにしていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンとでした。バイバーイ。